今日もシルバー川柳お届けします。それではどうぞ。シルバー川柳行ってみましょう。いいですか。着メロに軍歌を入れて年がバレ。あ、なるほどね。その軍歌っておばあちゃんなんか覚えとる、うん、出生するときにほらみんなに挨拶して、うん、赤髪が来てから、うん、そしてもう兵隊に行くって言ったら何日にどこまでに来いって言われて、うん、そのみんな家の前に出てから近所の人たちが旗持ってから、うん、行ってらっしゃい頑張ってとか言ってから送り出すのよ、うん、そういう時に歌う歌があると、カッカッ買ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからにゃ出柄立てずにら了か新軍ラッパー聞くたびにまぶたに浮かぶ母の顔っていうのが一番、はあ、覚えとうねいや歌わせられた気しょ、もうそういう歌はよ、もう軍歌はよ、しょっちゅう学校で歌わせる。そうね、涙が出てくる、そのね気持ちを、兵隊に出ていく人の気持ちを聞けばね、うん、死ぬ時はやっぱ兵隊、その兵隊はみんなもやっぱ死ぬ時はもういやいやもう死ぬってもう命がもうこれで命なくなるって言うけど、お母さんって言ってから言う人多いらしいね、死ぬ人はね、お父さんって言ってみんな死なんのやね。あ、それとか分からんけどね、お母さんって言って死ぬ人が多かったらしい、それはやっぱりそこの場所におる人じゃないと分からんけどね、そういう話を聞いたことあるよ。私もそれはある、人間の心理って、まあね、戦争に行って死なんでもやっぱね死ぬ時はみんなやっぱねそういう気持ちにはなるやろね。やっぱりお母さんから生まれてくるけん ね、 ね、私たち ね、 ね、はい、そしたらね次はね忘れ物取りに戻ればまた忘れ全くその通り取りに行ってあるある、何を取りに来たんやったっけと思ってからいっぺんまた戻ってから思い出してまた取りに行ってあれとあれと持ってこうと思ったら一つしか持ってきてないあるよそれ、みんなあるよそれはおかしいよね、本当に。じゃあ次いきます。はい、体調の良い日はいい医者をはしごするなるほどね、うん、だって私のほら看護師の友達、うん、あの看護学校の時のね、うん、あの看護師の友達がね、あの整形外科に来よった、ね、勤務しよった、うん、だからあの院長もね、もうちょっと聞いてって言うけん、ナンバーって言って聞いていたら、もう毎日来るね、ばあちゃんがおるったいって、ね、毎日来る、ね、患者さんね、ばあちゃんがおるったいって、そしたらねって、そのばあちゃんがね、ある日休みしちゃったったい、で翌日また気にしちゃったけん、昨日土下座したとって言って聞いたら、昨日体調が悪いして休んだったいって言ってね、もう皆勤賞並みの、ね、ばあちゃんらしいよねってでだけもう言うてやったもんねって言うけん、うん、何て言ったとって言ったらあのばあちゃん病院中ところはね体調が悪い時に来るとこですよそうよね、でもやっぱ整形外科やけんねね、はい、じゃあ今日はこれ最後ですね。世界一とうとう寿命だけとなり、ね、日本は世界一っていうのはもうとうとう寿命だけとなったあの多分カネさんやないね、田中カネさん、あのほらすぐそこよね、110何歳118歳、あの明治36年生まれ、私118歳、30歳と違うか、うん、おばあちゃんあと30年頑張らないもうギネスにも載っとらしいけん、98、118、118、うん、ちょうど88歳やけんね、ちょうど30歳と違う、うんうん、ということで今日はここまでです、はい、それじゃまた。
続編をお楽しみに。このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。